かつて、個体の物質は分子がきれいに揃った結晶と不規則につながったアモルファスの2種類の状態だけと考えられてきました。その常識を打ち破ったのが、第3の個体物質といわれる純結晶の発見です。それ以来、その美しさと不思議さに多くの研究者が見せられてきました。そんな純結晶の秘密に迫ります。 1984年、イスラエルの科学者ダニエル・シェヒトマンさんは、正純二面体を含む結晶のような物質を発見しました。正純二面体は、そのまま並べても空間を埋め尽くすことができないため、結晶にならないはずです。最初は多くの専門家が半信半疑でした。ところが、当時博士課程の学生だった東北大学の蔡安邦さんが、 同じ構造を持った安定な合金を作り出して発見を決定づけたのです。この物質は純結晶と名付けられ、後にシェヒトマンさんのノーベル化学賞につながりました。従来の固体物質の概念を変えた発見でした。物質を X 線で構造解析すると、その中の原子の配列がわかります。これが通常の結晶やアモルファスで現れるパターン。 一方、純結晶のパターンでは、点を線で結んでみると、大きさの違う正五角形がいくつも含まれていることがわかります。等間隔ではありませんが、その大きさの間には一定の比率、あの黄金比が見出されます。これまでの結晶には見られない不思議な構造です。 準結晶構造自身ではですね、三次元ではやっぱり説明できないんで、やっぱり次元を増やして、例えば、あの、三次元の準決勝ですと、六次元まで考えないといけないんで。これは、ペンローズタイルと呼ばれる図形。たった2種類のひし形で、非周期的に平面を埋めることができる唯一の図形です。よく見ると、星形の図形も不連続に並んでいます。これを立体的に展開すると、空間を隙間なく満たす、 純結晶の構造が現れます。実際の純結晶もこのような構造になっていることが顕微鏡でも観察できます。イさんはこれまで数々の金属純結晶を発見したトップランナーです。しかしこれまでできた純結晶は合金に限られています。イさんは未発見の単一元素からできた金属純結晶を作り出そうとしています。 なぜ準結晶できるのかやっぱりその根源を突き止めたいっていうようなまあ実験とまああと理論の協力を得てでもう一つはやっぱりどっかであの材料を使えるようにあのしたいと思っていますまあ現時点ではこの2つあの一緒に取り組んでおりますので金属の準結晶とは違って寒天やゴムといった柔らかい物質の準結晶についても研究が進んでいます 近畿大学教授の道寺智成さんらが2007年に世界で初めて発見したのがソフトマターのの一つでである高分子の純結晶です。まあ理論的にそのソフトマター準結晶がなぜできるのかというあたりをこう探ってみたいと思いまして背後にあるこう生成原理まあそういったものをまあ明らかにしてきたまあそこのところがまあ最近の仕事ということになりますね。 硬い物質と違って柔らかい物質は器に詰め込むと押し合って変形し互いに密着します。最近、銅テラさんたちは柔らかさの程度や物質の密度が準決勝の形成にどう作用するのか数値シミュレーションで実験しました。例えば柔らかいボールを密着させると五角形や十角形などがある規則性を持って現れます。銅テラさんたちは 高分子構造のソフトマターを中心部分の硬い芯とそれを取り囲む柔らかい部分に分けて数値シミュレーションに組み込んでみたところいくつかのソフトマター準結晶の生成過程を再現することに成功しました。そのギリシャ時代のの数学学ですね人類が作ってきた科学の源流 そういったものと大きく関わっ,てるっていうところで知れば知るほどなんかいろいろな味が出てくるといったようなところもあるので僕は大好きなんですけど不思議な準決勝の秘密が少しずつ解明されようとしています準決勝たちはその先にどんな世界を見せてくれるのでしょうか